キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は便長炭電池の作り方ということで、早速便長炭電池をの、作って、実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。便長炭電池というのは木炭の、ブランド名でして、便長炭というのは、アダルト・オブ・サイエンス、ボルタ電池、以前投稿しました動画ですが、これの中のセットの一つに入っています。作り方は非常に簡単でして、便長炭、チャコールと、それと、キッチンペーパーと、キッチンにあるアルミホイールです。これを、まず電解質ですが、ウォーター、水に、塩、ソルトを入れて電解質を作ります。それを浸します。そしてこれを巻きつけます。巻きつけた後にさらに、アルミホイールのこの白い方、こちらの方を内側にして巻きつけます。そうするとこれが出来上がります。デフォルトはこちらのモーターを回す実験なんですが、ちょっと私の技術が未熟なのでうまくいけませんでしたので、こちらのメロディーの方をやってみます。Happy birthday you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you というふうに、こちらのメロディー直すことに、成功いたしました。共用の一つとして、アルミホイールとキッチンペーパーと便長炭、チャコールがあれば簡易的な電気が作れるということで、災害時の時に万が一の時とかに役立つかと思います。補足説明ですが、基本的にはボルタ電池と同じでして、アルミニウムが、アルミニウムイオンとして溶け出して、電子エレクトロが残って、そして、回路、ラインをつなげると仕事をするということです。非常に簡単に作れますので、ぜひとも、自由研究にいかがでしょうか。以上です。Thank you.